2024年の6月の13日、まあ、最近暑いのであんまり出かける感じにならないですが、扇風機が大活躍してますね。あとこの間買ってきたジニアプロフュージョンが小さい花みたいなものが出始めていて、ちょっと窮屈そうなので映像はまだ撮ってないですが、前にガジュマルを植えていた今よりちょっと大きめの鉢に植え替えました。あとは青江健三郎のセブンティーンっていう1960年前後ぐらいの小説を読み終えて、まあ続編もあってそれは読み終えてないんですけど、まあいろいろその自意識過剰な17歳が極右思想とか、その右っていうそのポジションを鎧として自分の弱い自意識を守るみたいな、そういう描写が鮮明に書かれていて、まあ確かにその人間ってそのどこかへの所属がすごいなんか気持ちを楽にしてくれるとか、そういうところってあるよなっていうふうには思って、大学の時になんか心理の研究みたいな怪しく見える団体が勧誘とかしてるのが思い出されて、なんかそういう団体って特に何もなければ行こうと思わなくても、なんか寂しさとか孤独とかいろいろな悩みみたいなものから居場所を求めて参加していくみたいな、そういうパターンが多いんだろうなっていうのが思い出されましたね。あとはウェブ上の短期の仕事を探していて、掃除関係のものをウェブで応募したんですが、まあどうなるかわかんないですけど、通ったらちょっとやってみたいですね。株のトレードとしては前日比でマイナス 4.7 万円で、累計のトータルの個別銘柄の成績がマイナス 149.7 万円になりました。新規の分がなかったので既存だけの変化ですね。ニュースとしては NHK の近畿エリアで容疑者の逮捕を実際の逮捕時間よりも9分早く報道していたというニュースがありました。まあマスコミとかニュース関係ってどうせ他社から後で出るものでも1分1秒早く出すことに価値があるっていう世界だから、こういうことも起きるってことなんでしょうね。以上です。